えー、死刑制度についてどう思いますか死刑執行は行うべきと思いますが、これと僕を思う派ですね。あの、えっと、その、冤罪で死刑になってしまうのはどうかと思うんですけど、ただその、どう考えても、これはもうこの人やったよね、自供もしてますみたいな、あの、大阪の池田翔を襲った拓馬容疑者被告 被告人とかの方であればその、その人を生き残らせることに税金を使うのって損じゃねっていう。一応、あの、刑務所に入れとくと、一人当たり年間400万円ぐらいかかるんですよね。その、あの、監視の人件費だったり、まあ、あのいろんなコストがかかって。で、400万円かけて、毎年生き残らせるべき人なのそれっていう。で、それぐらいだったら、なんか、お金がない中、真面目に働いてますっていう人にお金配っった方がよくねっていうのがあるので、 単純にあのコストの問題で死刑はあった方がいいと思ってる派です。ただ、冤罪事件があるので、その基本的には冤罪の可能性があるのであれば、死刑にはするべきではないと思ってる派なんですけど、ただあのもう本人も認めててで、明らかにこれは死刑だよね。ってのであれば死刑っていうなので僕、僕朝原将校を死刑にするのはもったいない派です。その朝、原将校的な人というのが、まあ,あの世の中には不正。室のまあ、ある種の能力者で。 で、ああいう人がなぜそう考えて、なぜそれをやるに至ったのか。で、その能力だったり人を集めてしまったっていうのは、その、要は再現をするにはどういうことが必要なのかっていうのをちゃんと理解して、で、その社会の中で同じようなことが起こらないようにするっていう教訓にすることに価値はあると思うんですよね。ただその、たくまさんの場合は別にそんなに学ぶべきことがないっていう。 要はそのまあ試験になりたくてやっちゃいましたっていう話でじゃあそういう人を今後そのたくまさんを研究することで減らせるのかって言うとあんまり減らせないと思うんですよね。でただそのカルト宗教がある種の法を逃れる形でお金を集めてでそのまあ最終的にはそのオウム真理教の場合はそのサリンを巻くみたいな。 そのあの、要は政府を転覆させようみたいなことをやったので、結果として潰されてなくなったんですけど、じゃあ政府を転覆とかをやらずに、末端が異表行為だけをやり続けて、お金稼ぎをするという団体が出てくる可能性はあるよね。じゃあそれをどうやって防ぐのかっていうのを考えていたとしたら、その今回の、今回というかまあ去年から続いている統一協会の、そのなんか金をめちゃめちゃ儲けるために宗教団体を使うっていうのはもうちょっと防げたかもしれないので、 なのでその社会に対して役に立つかどうかっていう面で、僕は浅原昌光は生き残らせた方が良かったんじゃないかなと思ってます。まあとはいえ、その完全にはもう頭おかしくなっちゃったんで、あの話を聞けるような状態でもないから、まあ,あの殺しても一緒じゃねっていう、あの、説もあるんですけど、ただその朝原昌光が頭おかしくなってるような状況っていうのが、割と薬漬けにされてたっていうのもあるらしいんですよね。 では、その管理が楽なので、なので、その薬漬けじゃない状況であれば、ひょっとしたら話をしたかもしれないっていうのもあったりするんじゃないかなと思うんですけど、その、なんか、あの、もう、娘が設計に来てもう、うんこ漏らしてたりとか、その、あの、下半身いじってたりとか、もう確実にその、えっと、人間としての理性はないよねっていう状況にはなってたっぽいんですけど、ただ、その方が管理が楽だからっていうので、薬漬けにしたんじゃないかっていう説もあったりするので、なので、まあ、どうなのかなと思います。はい。 えー、滝沢ガレスは Twitter 凍結するのかえー、僕は競義術大学薬学部出身の無職ですが、最近 Twitter 上滝沢ガレスをさらし行為が過激だとして話題です。個人的には小中高生がいじめの被害を受けても、学校教師が隠蔽し、社会人が理不尽な被害を訴えても、警察が被害者の実況を思い、電車内で不審者に遭遇しても、どこから動画を撮ってアフィニに送るしかなく、Twitter <laughs> に悪女が拡散され、救われた人もいるので、滝沢ガレスは、その政府が今仕事をする本当の警察官です。皆さんと君抜視聴者は滝沢ガレスをどう思いますか えっと、その、何らかしらの法に触れないような行為というのを、社会の人が目にすることで、あ、これは直した方がいいよね、というのが起こり得ることというのは、僕は割と良いことだと思うんですよ。例えば、あの、最近の話でいくと、あの、刺身ちゃんという車椅子の女性が、その、え、電車内でエレベーター乗ろうとしても乗れないんだよね、っていうのの一応動画を開けましたと。 で、その、本来、あの駅、駅構内にあるエレベーターというのは、その車椅子だったり、あの、階段登れない人が優先ですっていうのは書いてあるんですよね。なので、その優先というのが守られていないというのが世の中こういう実態ですよっていうのを知ることは僕は正しいと思うんですよ。まあ、それでさすみさん叩かれたりとかいろいろあったんですけど、なので、その、まあそ、それを見たことで、あ、エレベーターってあれ早い者勝ちじゃないんだ、車椅子優先なんだっていうのを知らなかった人も結構いると思うんですよね。 なので、そういうのも含めて、その社会に対して、こういうものがありますよというのを知らせるというのは、割と意味があると思うんですよ。で、あの、旭川の,あの学校でいじめがあって女の子が亡くなった事件とかも、あれも文春とかがあの報道しなかったら、多分世間的にはあんまり知られてなかったと思うんですよね。 で、自殺した後も学校側の方は、その加害者側には人生があるんだから加害者を守るべきだよね、みたいなこと言ってて、おい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 ってなってたりするっていうのも、多分そのメディアがそういうのを表に出さなかったら分からなかったと思うんですよ。なので、その、まあ、文春とか新潮がその朝日課のやってきたんですけど、そういうのをやってくれない場合もあるので、なので一般の人とかでもある程度その、いやいや、それまずいでしょうっていうのを社会の目に触れさせるっていうのは、価値があると思うので、 なので、その、滝沢ガレソンさんがやってることに価値があることがある場合もあるし、やりすぎな場合もあるっていう話だと思います。要は、その、やりすぎなのもあると思うんですよ。ただ、やりすぎなことが起きてるからといって、その、滝沢ガレソさん的な行為というのを違法行為として制限するべきなのかというと、そうではないんじゃないかなと思います。せんあの、マイクが探さって言われたんで、ちょっとあの、ファン、ファンの、の PC ファンのその、あの、 回ってる速度を下げましたただこれあのカクカクし始めたらあのファン回し始めるのでその時はすいませんはい。 えー、モラル教育を強化しないととといいいいけないと思まますえっとまあ、そのいくらモラル教育を強化したとしてもその法に触れないようなことでそ,うその中かじゃあいじめを見過ごすみたいなのは必ずどこかで起きてるんですよね。でいくらみにその人がモラリストだったとしても別にそういう事件が起きてるっていうのを分かってなかったとしたらそれは困るじゃないですか。なのでそのまずそういう事件があるよねというのを社会が知るためにもその。 まあ、ツイッターで晒すだったり、その文春だったり、身長だったりっていうのは必要なんじゃないかなと思ってる派です。はい、まあ、最近だと、あのコラボ問題とかで、ツイッターで頑張ってるひもざらさんとかいますよね。 えー、ひろきさん、助けてください。転職で2時の役員面接まで進むことができました。1時面接の相手が支店長だったので、もし内定が決まった際、私の今の職場が取引先なので、挨拶しに行かないといけないと言われました。履歴書と職務経歴書をかなり持って内容を書いたので、嘘がバレてしまいます。どうにかして前の職場に渡させない方法がありますでしょうか後悔しかありません。助けてください。あと、別にいいんじゃないですかもう内定決まってるんだから。で、あと内定決まった時に、その、 まあ内定決まってる人に対して履歴書と職務経歴書がこう書いてありましたけど実際どうでしたかとかって確認することはほぼないです。要はその内定が決まった時点で支店長も採用というのは反行をしちゃってるわけですよ。なのでその要は自分が採用という反行をしたものを覆すっていうのは自分が人を見る目がありませんでしたっていう証拠を作ることになってしまうので。 なので、その、まあ、多少持ってるだろうなっていうのはあると思うんですけど、その明らかな嘘とか書いてたら、例えば、あの、本来、あの、なんか知らしゃいになったのに部長でしたとか書いてたら、それはもうまずいよねって話だと思うんですけど、まあ、そうじゃないレベルであれば、別になんか、あの、なんかちょっと違うなと感じても、スルースしてくれるんじゃないかなと思うんですけど。 えー、人生初スパチャになります。30代サラリーマンです。最近安定した大企業の正社員から憧れの上場企業に転職したばっかりですが、入社前に聞いていた話といろいろ違って、毎日ストレスで苦痛で胃が痛くなったり発見もします。 えー、朝起きたら数年ぶりに泣いたり、寝るときは癒し系 BG メークが着ながらじゃないと寝れない体質になって、好きだったシーンもやる気はないです。えー、しかし、超短期移植は避けたいので、最低でも1年は耐えるべきでしょうか。えっと、休食してください。<laughs> あの、もう、もう多分、あの、うつ病だと思うので、あの、その診療内科とか行って、あの、カウンセリングとか受けて、あの、うつ病っていう診断書をもらってください。で、あの、休食半年ぐらいできるので、で、あの、履歴書に休食してたって書かなくていいので、 なので、あの、半年ぐらい休職して、で、そこから、あの、戻って転職活動してってなって、ちょうど1年ぐらいで転職活動の結果が、あの、決まるような感じにしておくと、まあ、1年間この会社にいたんですけど、合わなかったんで転職しました、みたいな感じなので、ひとまず休職するといいんじゃないかなと思ってます。半年ぐらい休めるので。 えー、4月にフリーのエンジニアになります。在職中に4月からの仕事をエンジェント経由で、そして現職からもいただきました。新規の方は2ヶ月契約で様子を見るという感じで引き続き仕事を図ります、えー。自身でウェブアプリをリリースもしており収益化も視野に入れます、えー。仕事は収録入れてみて様子見ですが、いずれ自身のサービスを伸ばしてもらう仕事を減らしていく方がいいでしょうか。もらう仕事は月の70万の収入です。サービスはまだ開拓段階です。えっと、まあ、あの、 そのえっと、仕事は収録で様子見、はいはいえっとあの、そもそもなんでその独立したのかっていう話で、自分のサービスを伸ばしたいから独立したんだと思うんですよね。であれば、仕事収録入れて様子見は僕、いらないと思います。いや、その、えっとあの、もらい仕事をやりたくて独立したのであれば、まあ、好きにすればいいと思うんですけど、でもそれだったら元の会社にいればいいよねって話で、なので、その、音が小さい、すみません、ちょっと音あげます。 えと結局、その独立した以上は、その自分のやってるサービスとかがきちんと伸びたほうがいいよねっていう多分野望があるんだと思うんですよね。なので、それは僕はきちんと追求したほうがいいと思うんですよ。で、あの、例えば今やってるサービスが、えっ、ー、と、じゃあその1万人ぐらいユーザーがいて、月に10万円ぐらい売り上げがあるものだとしましょう。で、そのうちじゃあその月1万5千人ぐらいになって、月の売り上げが15万円ぐらいになりました。 っていうので、徐々に上げていったときに、他の会社が、あこれパクったらうまくいくんじゃねっていうので、一気に金突っ込んで、その市場を丸々持ってかれる可能性があるんですよね。要はその、あこんな感じでアプリだもんね、はいはい、っていうのは個人で作れるレベルなので、作って、プロモーションにコスト突っ込んで、せっかく作ったマーケットを持ってかれるっていう可能性があるので、なので、どうせだったら、かなり伸ばすっていう方向に注力した方がいいんじゃないかなと思いますけど。 で、そのじゃあ5万人ぐらいユーザー取って、その月に50万円ぐらい稼げるようになりましたっていうのをやってると、多分マーケットの限界が見えるんですよね。あの、占いのアプリとかって、だいたい60万人がマックスって言われてるんですよね、一般的に。まあ、ちょっとその数字は、あの、人によって違うんですけど、80万人って説もあるんですけど、なんですけど、そのめちゃめちゃ流行った占いアプリとかでも、やっぱり100万は超えないんですよ。 なので、すげえ頑張って、60万人ぐらいになって、で、ここが限界だよねっていうところになると、もう他が参入してくることがないんですよね。要は、その他が参入して、それ以上取られることがあんまりないので。なので、そういう形で、あの、できるだけ頑張るっていうので、その、せっかくフリーになったんだから、自分のサービスに、なんか、あの能力を注力した方がいいんじゃないかなと思いますけど。で、生活に困ってきたら、じゃあ、その、なんか、請負仕事増やすかみたいな感じで。 なんかせっかくフリーになったんだから、それはフリーになったとし、時しかできないことをやった方がいいんじゃないかなと僕は思いますけども。えー、切り抜き禁止にする予定はありますか特にないです。えー、20代後半、主任をしています。50代の他職種たちが原因で、毎年離職者や休職者が出ています、えー。お気に入りではない職員に対して、必要以上に出席していたり、大声で不意調したりしていて、みんな宿しています。彼らは頭が悪く、上司の指示も反発していて大嫌いです。 最近、不意調等の対象が私になっており、私を評価してくださってる上司にも小先が向いていて辛いです。毎日涙が止まりません。休職もしたくありません。頑張りたいけど辛いです。えっと、50代の他職種の人たちっていうのが、あの、具体的にこういう噂を不意調してましたとか、事実と異なるこういうことをやりました、言ってましたっていうのの,の証拠をちゃんと集めてください。 でそ,のその証拠を集めた上で、多分上司か上司より上の人に対して、あのこういうことをやって優秀な若手というのが抜けていきますと、20代後半で、優秀な若手がいないと、この会社は10年後大変なことになりますよみたいなので、こういうことを言う人がその幅を利かせてるっていうのが、会社にとってよくないんじゃないですかっていうのを、ちゃんと記録と一緒にあの言うといいんじゃないかなと思います、はい、えー、っと、えミー i a の歌唱力ってすごいですよね。 NHK の紅白でナミビアかなんかの砂漠で歌ったっていうのがあるんですけどであれがなんかその砂漠でちゃんと本当に収録したらしいんですよねなのでその NHK の技術力すげえなーっていう話なんですけど MISIA、まあ、さんの歌もすごいんですけどそのまずナミビア組んだりまで行ってその風の音とか砂とかバンバン飛んでるところであのちゃんと音を取るっていうさすが NHK すげえって思ったんですけど そのあの歌が上手いというのはどういう能力かって結構難しいんですよね。あの結局その、なんか歌うというのはもともとあるオリジナルを完全に再現することが上手いということであれ,であればそのオリジナルの曲を持っている人の歌を超えることはできないじゃないですか。 でも別にそのオリジナルの人が歌ったのよりさらに感動する歌い方をした場合にそれは歌がうまいよねっていうふうに行くのだとするとそれは歌がうまいのではなくアレンジ力の可能性もあるんですよね。 要はそのオリジナルの歌をどう変化させるかっていうので本来であればこのあの音符で出す音をあえて半音下に出すみたいなのでこの方が人は感動するよねとかそのあえてちょっとためを増やすとかっていうそこのアレンジ力がその結局その人に感動を与えるのであればそれは歌が上手いではなくアレンジ力なのではないか問題っていうのもあったりするんですよで今コメントであの水木奈々もすごいよってあるんですけど えっと、僕が知る限り、水木奈々さんは、あの、収録以外の生音でちゃんと歌った、その、えっと、データってネット上ないですよね。だからライブでは歌ってるらしいんですけど、その、あの、音楽番組とか出てくる時も必ず収録で、その、多分んア撮りとかの音達してると思うんですけど、その、生でちゃんとやってるの、データとして存在しないですよね。 なので、まあ、ライブ行ったら聞けるかもしれないですけど、僕が、その要は生で本当にうまいのかを聞いたことがないのかは、わかんないんですよね。なので、なんか、うまいと言われているというので、実際でもその、あの、本当に生で歌ってるのかどうかがわからないので、うまいかどうかがわからないっていう。だからライブはちゃんとやってるらしいんですけど、まあ、あの、資料音源とライブ違う人っていっぱいいるんですよ。だから、音楽番組とかで、 あのジャニーズ事務所の人がこう歌ってるんだけどマイクがバターンって倒れてるのにその人の声がずっと流れるっていうのがまだ YouTube 探せばあると思うんですけどっていうのが割とあの音楽番組って普通なんですよ。で「あの紅白」も昔はそのあのあ全部生歌だったんですけど最近はその収録した音を当ててるっていう説もあったりするのでなのでその世間の人が歌うまいって言ってるのってそれその。 収録したやつの編集技術だったりとか、その収録した音を流してるけど、ライブに見えるようにしているという演出能力が高いという話になってしまうので、なんでその生でめちゃくちゃうまい人っていうので行くと、あの、えっ、ー、と、笑っていいともに出てきて、突然アカペラで歌い出した玉木浩二とかはやっぱりうまかったです。要はその、えっ、ー、と、音楽を聴かせるような形でちゃんとセッティングして、 そのミキサーとか設定してっていうのじゃなくて、トーク用で設定してあるやつで、いきなり歌うたって、あやっぱこの人うめえわっていう。で、玉置浩二がすごいなと思うのは、その自分の声量とマイクの位置をちゃんと微妙に変えていくんですよ。で、多分それは、その外に聞こえてるスピーカーの音とかの音量のにバランスを合わせて、自分で多分調節してるんですよね、リアルタイムで。で、あれ、分そのリハとかさ、笑っていてもないので。 本当に自分の声と、そこの会場に帰ってくる音を聞きながら、その声量とマイクの位置を微妙にこう変えながら歌ってるっていうのをやってて、だから、一発でこういうことやるのってやっぱり天才って言われる理由だよなと思うんですけど、玉ま浩二さんは人間としては本当にひどいって話しか聞かないので、あの、の歌だけはめちゃくちゃ上手いんだけど、人間としてはこう、いろいろ書けてる部分があるっていうので、やっぱ天才ってこう何か書けるんだなと思いました。はい。 えー、私はシリコンバレーや某宮廷大の AI 研究の誘いを断りして教育業界に来た現行公教師です。教員が残業代が認められないと騒いでいます。ところが能力給にすれば無駄な業務は減るのですが、長期休暇があるので逆に給料が減る教員が独立します。そうすると評価が不当なとでモ効支をしている教師の姿が目に浮かびます。どのめんち口しか言わないと思うんですが、広木さんの見解を受けていただければ幸いです。あとはあの、 残業代出ないのは良くないよねっていうのが、一応その、あの、ま、最高裁でその残業代出しませんっていうのがあって、で、それ良くないよねっていうのをクイッターで書いたんですけど、あの、まず教師という仕事が公立の教員の場合って、例えばその、問題がある生徒がいた時に、その家まで行って親と相談するみたいなのって無給なんですよ。で、その部活の場合だと土日だとなんか800円とか出るのかな ?2000 円とか出るのかなっていうので、あの、1日潰れるんですけど、なんか2000円だか800円だか出るみたいな。 で、あの、夕方過ぎとか、じゃあ6時ぐらいまで部活やりましたってなると、で、そこも別に残業代出ないんですよね。なので、その部活を担当するとか、そのなんか、問題のある生徒の家まで行くとか、で、あとそのなんか、じゃあテストの点数つけるとかで、一人ずつにちゃんとこうした方がいいよみたいな、細かいことを書くみたいなのが家でやるとかも、やっぱ残業代出ないんですよ。なので、そのやる気のある先生ほど損をするという構造になってるので、僕、それは良くないと思うんですよ。 で、とはいえ、そのなんか、みなし残業代みたいなのあるよね、みたいな話があるんですけど、なので、やる気のない人ほど、あの、ま、満額給料もらえない得だよねっていうのがあるので、なので、その、ちゃんとやる気のある先生が評価されて、経済的にも評価されて構造のがいいよね、というのはあるのですが、あの、その、要は、その、えっ、ー、と、割とその、組合的な、その、えっ、ー、と、左側的な、その、自分たちの権利を最大限に利用して、 で、そのやる気がない状態でも給料がもらえるような、まあもらえた方がいいよねと思ってらっしゃる方も結構いて、えっ、ー、と、3年前ぐらいに、あの、教師の教員試験の更新に試験がいるっていうシステムを、えっ、ー、と、萩生田文科大臣の頃にやったんですよね。4年前ぐらいかな。で、僕あれ賛成だったんですよ。要はその、あの、教師が新しいことを、要はその試験が、 突破でできないいっていう時点だからその新しいことを勉強するべきだし、で、あれ一定のレベルに行ってるかどうかっていうのを、やっぱり教師に対しては確認するべきだよねと僕も思うのですよ。だからその教師、試験も突破できないん、ね、だ教師は、やっぱり人に物を教えるために金もらっちゃダメでしょっていう。なので僕はその教員免許っていうのは更新制にすべきだと思ってたんですけど、結局あれなくなっちゃったんですよね。萩生田さん萩生田さん どっちどっちだっけあの、総会学会と仲のいい人ね。で、結局だからそういう形で、その、あの、更新制度がなくなってしまって、別に一回教師の免許取ったら、いくつまでできますよとか、あとあの、えっ、ー、と、生徒に対して、その性的なことをやって、教員免許が剥奪されました、みたいなのって、他の県に行ったらわからない問題っていうのがあったんですよね。 いやその,悪いせその悪い先生だとしても他の面にいっちゃう他の県にいっちゃうとなぜかばれないみたいなのがあってでそれがようやく他の県でもそのデータベース共有しましょうよみたいになったのが3年前ぐらいかな。というので割とその教員のレベルを上げようとするっていうのをその文科省とかあのその教育委員会の人ってすげえ嫌がるのでなので教員守られすぎだよねっていうのは結構あったりするんですよ。 っていうのもあるので、そのなんか一概にそのあの要は教師の残業代出した方がいいよねという,のもなんというだけでもなくて、その頑張る教員がちゃんと見とられるのと、そのダメな教員っていうのがちゃんと弾かれたりクビになるっていう、両方のアメトムシ的な構造は必要なんじゃないかなと思いますけども。 えー、30代女、子供2人、9時16時までの時短勤務年収300万ほどです。離婚した場合に親権を取られる可能性はありますか、えー、旦那側弁護士用と惜しまないと思います。親権を取られないようにするアドバイスをいただきたいです。えっと、日本の場合は基本的に母親側に親権が行くのが普通です。なので、あの、 えっと、ナコさんが母親として的確ではないというでっち上げの証拠を相手方が弁護士を使っていっぱい作ってくる可能性があるんですよね。じゃあ、そのアル中であるとか、その子供を殴って怪我をしたとか、あと、まあ、あの、浮気をしているとか、っていうのを作ってくる可能性があるので、なのでそこら辺を避けるために、 えっと、もうすでに、で、えっ、ー、と、今気になってるのは、その時短勤務で年収が低いということがマイナスになるんじゃないかと思ってらっしゃると思うんですけど、そこは全く関係ないです。あの、金なくても大丈夫です。金の問題じゃないです。なので、その、この子供を母親が育てるのは、 何か問題があるよねと思わせる証拠っていうのを相手がでっち上げたときに、それにどう対抗できるかって話なので、で、えっ、ー、と、一般的なこういう場合のアドバイスは、あの、えっ、ー、と、貯金がもしあるのであれば、子供を連れてさっさと引っ越ししてください。で、引っ越しして新しい学校に通ってください。もう子供多分その幼稚園とか小学校だと思うので、なので、その、 小学校とか幼稚園とかで、すでに生活が、の基盤が子供ができてる状態で裁判をして、その基盤をぶっ壊して、父親側の方に引っ越させるべきであるっていうのは、ほとんど判決出ないですよ。日本の場合は。まあ、その、すげえやらかしてるとかじゃない限り。なので、その生活基盤がここにあるよねっていうのと、あとその母親側に、その、あの、なんか DV してるとか、ア R 中であるとかっていう歌詞がないよねっていうのがあれば、多分何の問題もなく母親側に神経化行くので、で、 あの、まあ、相手のその弁護次第なんですけど、証拠をでっち上げる可能性があるっていうのだけ意識して、なので、その偽の証拠ができたときに、いやいや、そんなことないよって言える証人だったりっていうのがちゃんと作れるように、知り合いとか多めに作ってた方がいいんじゃないかなと思います。<laughs> えー、公務員です。先日人事評価の面接が上知3人と10分行われました。欠席が多いか、各コロナの診断書提出済みから更新は難しいと言われました。えー、結果更新終了。 えー、理由を聞くと、病欠は関係なく10分の面談の中で決めた。自分たちはこの仕事長いから10分やったと切せっかかる。100円の対応が不適切と回答私の現場の対応見てないですよねと聞くとないと回答、えー、人事評価は5項目あるんですが、全部最低点、えー。違法更新終了ではないですか。えっと、まあ、あの、辞めさせたいが先だと思います。なので、あの、もう労働基準が特徴言った方がいいと思います。結局辞めさせたいので、理由をでっちあげようとしてゃるんだけど、その、 あの、面接の時にその欠席が多いを理由にしたんですけど、あの、病気で休んだ人の、その要は病欠を理由に人をクビにしたり、そのペナルティを与えてはならないっていうのが、労働基準法にあるんですよ。 なので、あの、クビにしようと思ったときに、その欠席が多いというのは理由にできないよねっていうのが、多分上司の側のその3人が気づいて、じゃあもうその面接のときに、ペナルティになる原因があったということにするぐらいしか、クビにする方法ないよねっていうので、無理やりクビにしてるって話だと思うので、なので、あの、労働基準監督署にチンと言った方がいいんじゃないかなと思います。 えー、無駄に資格を13個持ってます。具体的には卓剣や PC 関連の資格です。8ヶ月かかってやっと取れました。えー、しかしこの資格のおかげかわからないですが、職場を転々として向かってました。えー、近頃職場を辞めて個人事業主になりました。才能がなく努力しか能力がないので、周りを見てなんでそんなに怠けないのかとイラッとします。えー、自分は自分は他人の人と割り切りたいんですが、なかなかうまく消化できないです。えっと、あのー、自分がうまくいってないという不安を他人を見て、 で、その他人が、そのなんか、だらけているというのが、逆にその、あの、こいつだらけてるのにうまくいきやがってっていう、マイナスだった理解の感情に変換されてる気がするんですよね。あの、自分がめちゃくちゃうまくいってる時って、あの、だらけてるやつとか他人を見ても何にも思わないんですよ。<laughs> あ、こんなにだらけても儲けられるんだ。すごいね。そういうやり方あるんだ。ふーん、で終わりなんですよ。 でも、その、うまくいってない人は、自分はこんなに努力してるのに、なんでそれが報われないんだろう。で、 それが、その社会に対する、そのなんか、あの、こう、なんか怒りだったりとか、怠けてるやつが、こんな、怠けてるやつが、なんかうまくいくんってムカつくみたいな、その怠けてる対す人に対する怒りの感情とかになるんですけど、ただ、その、怠けてるやつに、めちゃめちゃ怒りを持ったりとか、怠けてる人が、じゃあ仕事なくなったとしても、あなたが儲かることとは全く関係ありません <laughs>。あの、要はその、怠けてるやつが、どれだけ増えようと、どれだけ減ろうと、基本的にあなたの仕事がうまくいってないと、 全く関係ありませんでユキさんだかサしさんだかちょっと読み方わかんないですけどあれはその資格いっぱい持ってる人ってその決められたその勉強とかをしてでそれを記憶してテストに出すというのが得意っていうのでなのでそのこれをやったら成果が出るよねっていう分かりやすいことに対して努力をするのが好きな人なんだと思うんですね。 なので、その一生懸命努力をして、そのテストの結果で試験でこう通るとかっていうので、なのでその何らかしらの努力をして、なんとかその成果を出すっていうので、自分はその進んでるんだっていうのを、あのまあ、スッキリして納得したいっていうタイプの性格の方だと思うんですけど、あの、個人事業主って、あの、努力をしてなんとかなるものでもないんですよ。要はその、例えばじゃあ、 えと僕の知り合いの死んだ魚目をしてる性格の悪いデブの40歳過ぎたおじさんが今から努力をしてジャニーズ事務所に入りたいって考えてなんか一生懸命ペーパーテストとかの練習しても不可能じゃないですか。でじゃあその何の業種の個人事業主か分かんないですけどじゃあそのプログラマーで個人事業主として独立したいって言ってもその,しその知らない人だし実績もない人にプログラムの仕事を振るかっていうと振らないじゃないですか。 で、でもなんかその PC 関連の資格持ってますって言っても、いや、資格があるとか関係ねえから、みたいな。そもそもその知らない他人に対して仕事を振る,振るの怖いじゃないですか。そのじゃあ、あの会社の,そのこういうシステムを作ってくださいってなったら、じゃあその会社のある程度その機密を教えなきゃいけないとか、じゃあその納期の間に上げてこなかったら、振った側の責任になるよねってなると、やっぱり信用できないやつに仕事振らないよね、みたいになったりするので。 なのでその知ってる人からいかに仕事をもらうかっていうのが個人事業主って結構大事なんですよね。いやその、えっ、ー、と、エンジニアとしての能力とか資格があるかというより、その仕事を振る人の知り合いを何人持ってるか。例えばその、あの、プログラマーで独立するときって、まあ基本的には僕その SIR に入って SIR で上司とかが仲良くなってから独立しろってアドバイスをするタイプなんですけど、よくその、あの、営業をして金を持ってる知り合いを作るっていうのが、 仕事ではかなり難しいんですけどそれ例えばじゃあ僕がプログラマーとして独立しましたで実はプログラム能力がゼロだったとします。ででもその知り合いの金持ちは多いですってなったら知り合いの金持ちから「こういう仕事こういうプログラムお願いします」って言って「ほいほい」って言って受けて丸投げするんですよ。 でなんかクラウドワークスとか探せば、あのプログラムしますっていうので、なんかその1時間あたりなんか千円でやりますみたいな人でざらに見つかるので、でそいつらに丸投げして、間のピンハネするだけで普通にお金入るんですよ。なので、独立して個人事業主として生活するときは、スキルが重要であるとかっていうふうに、割と一般的には言われてたり、思い込んでたりするんですけど、実はその、 個人事業主として一番重要なのは、金持ちの知り合いが多いことで、スキルとか能力は二の次なんですよ。もちろんその、自分がそのプログラム書いて、納品できたら、そのもらった金額全部100%もらえるから、そっちの方が確かにあの、リーキネスはいいかもしれないですけど、ただ、丸投げして何もしないでピンハンするだけで、何もしないのにお金もらえるっていうのの方が、件数を増やしたらそっちの方が実態としては、あの、収入多くなったりするんですよね。 っていうのがあるので、その何を努力するべきかっていうのが、ちょっとまだ理解されてないんじゃないかなと思います。日本は先の戦争からずっとアメリカの植民地だということを理解していますか皆さんわかっていますかショックドクトリー,、えー。野球で浮かれている裏で緊急,、えー、と緊急事態要項についての話し合いが行われています。憲法に緊急事態条項が創設されたら全てが終わりです。覆すれば覆す,すべがありません。 いろいろ知った上でパリに移住したんですよね。こまな日本が崩れていくのを酒飲んでえらい終わらながら見届けるだけどうでしょうか。えっと、あの、日本のその自民党だったりが一生懸命、その憲法改良って言って,ても、最終的にはその憲法を改正するかどうかは国民投票で決めることになります。なので、あの国民が望むかどうかなので、別に僕はあの国会で憲法の話どれだけしてもいいと思うんですよ。要はそのなんか、草案こうしたいですとかっていうのは、別にどんどん僕議論すべきだと思うんですよね。その核を持ち込むかどうかっていう、そのなんか、 核を持ち込むかどうかを議論すること自体がおかしいみたいな人たちがいるんですけど、別に議論は勝手にしたらって僕は思うんですよ。で、じゃあ憲法改正しますっていう時に、そのじゃあ自衛隊を軍隊として認めるかどうか、で、いその自衛軍と名乗るかどうかっていうのは、最終的にはもう国民の多数派が決めることなので、なのでその自衛軍がいいですとか、日本軍がいいですっていう議論も、僕別に勝手にすればいいと思うんですよ。 ではその結果がどうか。で、最終的な権限が誰なのかっていうのでいくと、憲法改正に関しては最終的には国民が権限を持ってるので、なので、あの、国民が、そのこ、日本軍っていうのは良くないよねと思うのであればならないので、なので別になんかそんなに気にしてもしょうがないんじゃないかなと思います。でむしろその、議論をしないということの方が僕は良くないと思いますよね。 えー、31歳女性、離婚調停中、子供2人です。えー、現在、教育関係の仕事をしています。大した職歴もなく、今後の当たり方を悩んでいます。保育所の送迎などもあり、時短で転職を考えていますが、なかなか転職先がありません。広くさんの動画を見て H、HTML、c s の勉強し、ポートホーを完成させましたが、就職に結びつきません。どうしても IT 系の会社に就職したいんだとやめすください。時短では難しいでしょうか えっと、なんか、僕、その、クラウドワークスの回し物みたいになっちゃってるんで、あんまりクラウドワークスの名前出したくないんですけど、えっと、あの、その、ネット上で、こういうホームページ作り出し、作りたいです。5000円でどうですかっていう、あの、その、マッチングをするタイトがいっぱいあるんですよ。クラウドワークス以外にも。なので、そういうところで、あの、まず、クライアントを作って、めちゃめちゃ安い値段で仕事を受けてください。で、一回安い値段で仕事を受けたときに、あ、ランサーズでもいいですよ。 そのランサーズで一回受けて、で5000円で作ってくれましたってなると、その会社が同じような案件が来るときに、もう一回話が来るんですよ。で、そのときに、ランサーズとかクラウドワークスとかを経由しない方が安く済むから、直接契約って話になりがちなんですよ。 で、直接契約になると、まあ、お互いに見知ってて分かってるから、割とじゃあ、その、前回5000円だったけど、ちゃんとやってくれるから、まあ、要はその、クラウドワークスでちゃんとやってくれるかどうか分かんないやつに5000円頼むぐらいだったら、ちゃんと分かってる人に8000円で頼んだ方がいいよね、みたいなので、割と単価が上がる場合があるんですよね。なので、その、スキルがあって経験がないっていう場合であれば、ひとまず実績を積むっていうのを先にやればいいんじゃないかなと思います。 えー、社会福祉法人に勤務している正規職員です、えー。この法人に就職1年目ですが、法人内で退職者が多いこともあり、来年度から他の施設へ移動をめでられました。また関わりたい利用者さんがいたので、どうしても来年度は移動したくないのですが、何かいい方法はありますかありません。 えっと、ま、あの、なんか、えっ、ー、と、その、裏技的なものであれば、移動したくないのであれば、休職をしてしまうって言ってなんですよね。その、休職をしてしまって、働けませんっていう状態になって、で、あの、復帰しますっていう時に、復帰する時に、仕事を、その、要は、病気をしていたことを理由に、不当な扱いをしてしまってはならないという法律があって、 なので、その復帰の時に、じゃあ別の部署になりますっていうのが、不当な扱いだって言って騒ぎ出すと、めんどくせえので、あの、他の部署に持っていくことができないっていうのがあるんですけど、ただ、あの、職場内でめちゃくちゃ嫌われると思います。なので、あの、裏技なので、あんまりお勧めはしないですけど、っていうぐらい、あの、なんか、不思議な手段ぐらいしか残ってないので、結局、その、日本の場合は、その、こっちにって、あの、他のとこになんか、あの、行けって言われたら、基本的には断れないっていうのが。 あの、よくありがちな日本のシステムなんじゃないかなと思います。えー、ペット殺処分がかわいそうとうっかりとビーガンの人に言ったら、牛とかかわいそうじゃないのと言われ、まかつきました。なんて言い返したら食べるからいいって言うんじゃないですか。僕だからペットの殺処分良くないよね派ですけど、牛とか豚は全然空派なんですよ。なぜなら食うから。なので、あの、僕ペットのその、えっ、ー、と、殺処分が良くないのは食わないから良くないと思ってて、 なので、あの、殺して犬とか猫とか食うんだったら、別に僕それありだと思ってるはずなんですよ。えっと、同意する必要少ないかもしれないですけど、今その、あの、人間っていうのは基本的に、まあ、魚でも犬でも猫でも,虫でも牛でも豚でもいいんですけど、その、他の生き物を食べることで生き残ってきた、えっと、種族なんですよ。 で一応そのなんかあのヴィーガン的なのでそういうの嫌だよねっていう人が一部最近現れましたけど基本的にはその人類10万年どうやって生きてきたかっていうと他の生き物を殺して食って生きてきたんですよなので他の生き物を殺して食うというのは人類である以上それを避けて生きるのはかなり難しいんですよねなのであの食う分には僕は殺すのは OK っていうルールなんですよただその食わないで殺すのはかわいそうだよねそれがカエルでも虫でも あの食わないで殺すのはよくないよねなんですけどただあのゴキブリは食うからなんだ殺してもいい食うからって言われたらいやいや虫を食うのはダメだろって今自分でちょっと言いながら思ったんですけどなんで虫は置いときます <laughs> 虫は殺して OK です <laughs> ただ動物に関してはちゃんと食いましょうっていう派閥です、はい、なのであのいや俺食うから大丈夫ですって言えばいいんじゃないかなと思いますその要はあの何で牛とか豚を殺していいのっていうとはいもうゴキブリには厳しいです僕すいません <laughs> 22歳大学生女です。人間関係で悩んでます。あれ出た。えー、と、小中高ではそれなりに一緒にいる子はいましたが、卒業すると連絡を取らなくなります。 え、当時は一人になりたくて必死につなぎ止めてた感じですが、一人になりたくなくて必死につなぎ止めてた感じでした。バイトなんでも全然馴染めず、これからもずっと一人だということを悩んでしまっています。趣味の知り合いも作っていましたが、それをやめると連絡が取らなくなります。人見知りで面白い会社ができるほど頭も良くありません。この年だと他の子にはすでに親友がいます。贅沢かもしれませんが、どのようにしたら誰かの一番の友達になれますかえっと、まず、あの、いきなり一番の友達になろうとしている限り無理です。あの、 多くの友達がいて、で、まあ、例えばじゃあ、えっ、ー、と、僕にじゃあ友達が10人います。で、ひとまず最初は10人の友達のうちの1人なんですよ。 で、そのうち、なんかあの、ちょうど時間が合うとか、あの、話が合うとか、あの、趣味のじ、なんか、が合うとかっていうので、だんだんその、あの、この10人の中の順位だと3位ぐらいだよね、2位ぐらいだよね、とかっていうふうに上がっていくんですよ。あの、初対面の人といきなり出会った瞬間、あ、あなたは人生で一番の友達です、になりません。なので、まずは、10人のうちの1人っていうポジションを、あの、20人ぐらいに取ってください。 要は20人ぐらいゆるい友達を作ってください。で、そのゆるい友達を作って、で、その中じゃあ、あの、なんか今度飲みに行こうと思うんだよね、とかカラオケ行きたいです、みたいな話があった時に、ああ、行く行くっていう感じで、その時間の融通が効くっていうポジションをとってください。要はその、友達って、仲のいい友達って大体暇なやつなんですよ。もしくは時間が合う人。要はその、 あの、お互いに全然時間が合わないよね、カラオケ行きたくても合わないよねとか、なんかその遊園地行きたいって時も土日バイトだから無理だわ、みたいなので、接点がなかったらやっぱだんだん人って離れていくるんですよ。なので、あの、同じような時間帯で遊べる人っていうのが仲良くなりがちなので、まず緩い友達を作って、その後にその時間をなるべく合わせるっていうのをしてくればいいんじゃないかなと思います。 だかその、あの、めっちゃ面白いから友達っていうのもいるんですけど、別にあの、面白いかどうかより、あの、連絡を取りたい時に取れるとか、何かやりたい時に一緒に参加できるっていうぐらいの方が、あの、結果として一緒に過ごす時間が多くなるので、仲良くなるんですよ。なので、なるべく多くの時間を費やすっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。だからあの、僕の知り合いで死んだ魚の目をしてるデブで性格の悪いなんかうんこみたいなおっさんがいるんですけど、あのおっさん面白くないんですよね。 えー、ひろきさんお疲れ様です。今すごく悩んでることがあります。付き合ってるわけでもないのに、私が勝手に決めつけて浮気をしていると言うふらい去ってしまい、少しそのことでいじめられています。ひろきさんならどう考えですかまた解決とかありますか別にいいんじゃないですかなんかそう言われることに何がまずいのかが僕はよくわからないんですよね。 でその、あの、浮気してると友達が言っていて、その彼氏だか彼女だかが、え、浮気したのって疑ったらいや,いやしてないよ。で、あの、じゃあ LINE でも見てとか、だってこの日一緒にいたでしょとかっていうので、その彼氏だか彼女だかパートナーの人に浮気してないよっていうのを証明して、相手が納得してくれれば、それでいいと思うんですよ。 なんか友達が浮気してるかどうかっていうのを言いふらすかどうかって何の関係もないじゃないですかその自分のパートナーがどう思うかが重要なのでなんほっときゃいいんじゃないかなと思いますけどヒゲさんベタベタしてるんですよ夏。 えー、12歳のひろゆきさんがタイムマシン乗って今のひろゆきさんに会いに来たとします。そして未来の自分がプログラマーになってない現実を知って落胆したら何と言いますかできればひろゆき少年の夢に対する熱を消さずに、表に至った経緯を教えてあげるスタンスをします。え、僕プログラマーですよ。<laughs> あの、プログラマーというのは、えっ、ー、と、毎日プログラマーを書くのではなく、プログラムを書ける能力のある人がプログラマーなんですよ。なので僕別にじゃあ、プログラム書いてお金稼ごうと思ったら別に稼げるんですよ。 なので、あの、プログラムを書いてお金を稼ごうって思わないから、今ビールを飲みながらダラダラ喋ってるだけで、別にあの、プログラム書きたいと思ったらいつでも書けるので、なので、その12歳のそのなんか少年が、あの、プログラマーになれた、な、うん、れたよ、いつでもプログラム書きたい時書けるし、なんか金稼ごうと思ったら稼げるし、で、なんかじゃあプログラム書いたけど金くれよって言ったらくれる人もいるし、なので何の問題もなく楽しい生活をしてるよって言うんじゃないかなと思います。<laughs> すいません。コメントのベタベタしたうんこってことっていうコメントで笑っちゃいました。すいません。 え専門外です。今年の4月にゼネコに入社しました。現在研修を行っていますが、えー、自分は希望職種にとことん合わないと感じています。えっと、また研修中は建築とは全く関係のないただ食べるだけの時間があり、過去長研修のた,ぶんため多分ネタ切れ。その時間がとても憂鬱です。僕は建築 CD、3D が得意で無駄な時間を過ごすくらいならそっちに転職しゃいたいと考えています。緑さん、この状況だったらどうしますか えっと、あの別に研修の中に無駄な時間があるっていうので、で、その雑談をしてる時間っていうのを雑談で本当に追やしてるから時間の無駄だと思っちゃうと思うんですよね。なので、あの、なんかスマホでゲームをするなり、なんかデッドフリックス見なり、小説を読むなり、もっと自分の楽しいことをすればいいと思うんですよね。なので、別にその雑談に参加する必要ないと思うんですよね。ただ、多分その研修室にいてみんなが雑談してる間、その部屋にいなければいけないというルールではあると思うんですよ。 でも別にあのなんか積極的に雑談に参加する必要はないと思うんですよね。もしそのなんか雑談に参加すること自体が仕事ですって言われてるのであれば、まあそれで参加してると給料がもらえるんだったら、こういう給料のもらい方もあるんだと思えばいいんじゃないかなと思います。 はじ、えー、めまして、私29歳は、彼28歳と結婚前提でお付き合いをしています。彼の職場は私の元職場でもあり、そこの社長は元彼と友達です。彼自身社長から色々言われるのが嫌だから付き合ってることは隠しています。彼の会社に結婚したとわからないようにするにはどうしたらいいでしょうか彼の会社にえっとえ、えっと、あ、えっと、職場が、あ、 元職場で言ってことですね。はいはい。えー、私自身自営業なので、しょうなく、出行をあげない、彼の扶養に入らなきゃバレないと思ってますが、えー、自動車整備士に寄を取得するので、えー、令和6年まで辞めれないです。えっと、別に、なんか、結婚式呼ばのきゃいいんじゃないですかあの、結婚しましたっていうの、多分あの、なんか、あの、経理の人とかには結婚したのは、扶養手当とかで報告しなきゃいけないと思うんですけど、あの、結婚しましたって言って、言わないっていうのでいいと思いますけどね。 ただ、あの、多分アミさんがそれを気にしてるんですけど、彼氏は言っちゃうんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> 言ってほしくないんだと思いますけど。でもまあ、別にバレてもいいんじゃないですか。で、まし、あ、彼が本当にバレたくないのであれば言わないし、別にあの、なんか、あの、なんか結婚しましたっていうだけでいいと思うので、なので、なんか、アミさんが悩むことじゃないんじゃないかなと思いますけど。 えー、知的障害者25歳女性、現在実家暮らし、去年、えっ、ー、と、来年恋人と同棲予定、今のところ養ってもらえる予定です。現在の収入、障害者年金6万円、作業所2万円を8万円、えー、収入8万円から13万円までの低所得者の私は積み立て妊娠をすべきですか <laughs> こんなところでお金もらってすいません <laughs>。そうですね。あの、まず積み立て妊娠をした方がいいと思うんですけど、あの、こんなところに2440円払うぐらいだったら、積み立て妊娠をしてください。はい。あ、でも手取りがね、8万から13万って、結構普通ですよ。 あの、ま、東京だと厳しいかもしれませんけど、地方で手取り10万円ってザラなんで、なので、あと一応彼氏にも養ってもらえる状態だと思うので、たまにそのなんかちょっとお小遣いもらって、それを積み立て人生にされてってるのやっとくと、あの、ま、今でも円が144円になってるみたいな状態だと思うんですけど、あの、えっと、1ヶ月前ぐらいだっけ、130円ちょっとぐらいだったと思うんですけど、 なのであの10%ぐらいなんかドルのなんかドルのその積み上げミさサのやつ入れとくと増えてるみたいな状態だったりするのでなのでその20年とか30年という単位でいくとあのまあドルだったりユーロだったり海外の通貨に入れといた方が結果として増えてる可能性が高いんですよねであの仮に日本の景気がめちゃめちゃ良くなってドルとかユーロがめちゃめちゃ下がったとしたらそれはそれで日本が景気がいいから大丈夫なんですよ なので、その、投資っていうのが何の目的でやるかっていうと、割と保険の目的が多くて、要は、日本が景気いいのであれば、別に投資なんか全然しなくても大丈夫ですと。ただ、日本が景気悪くなる可能性があるので、その時のために、アメリカのドルだったり、ヨーロッパのユーロだったり、そこら辺の世界インデックスみたいなところに投資しておくと、日本が悪かった時に結果として、その外国に投資した分はめちゃめちゃ増えてるんですよ。日本円に換算すると。っていう保険の要素があるので、なので、 で、あの、長期的に考えるのであれば、日本じゃないところに投資した方が得なんじゃないかなというふうに、あの、投資をする人がほとんど思ってるので、なので、あの、投資のお金が大体海外に行ってしまって、日本に投資をしなくて、どんどん円安が広がっていって、で、円安が広がってるから、さらに海外に投資した方がいいぞっていうことで、余計に円安が広がるってうそういう状態が今年はずっと続くんじゃないかなと思います。 え、ひろゆきさんこんばんは。今は36歳なのですが、彼氏がいたことが一度しかありません。い系のアプリをすると、そ、とご失調症なのもあり、騙されてしまったり、彼氏がいないのは、せっかく悪いからですかね。それともデブなのが問題なのでしょうか。将来結構難しいでしょうか。話がもと終わらなくてごめんなさい。アドバイスお願いします。えっと、まずあの、問題を、一つ一つを解決した方がよくて、あの、デブが問題なのかどうかは、痩せてみればわかります。なので、痩せてみてください。で、えっと、あの、痩せるので、 運動して痩せようとか、食べ物を食べないようなので痩せようとかっていうのは、多分もう無理だったと思うんですよ、ユミさんは。もう36歳だからいろんなダイエットを試したと思うんですよ。で、今のところ、あの、僕の知り合いのクソ野郎が成功したダイエットは、油が吸収できない薬を飲むダイエットです。あの、油が吸収できなくなるお薬っていうのがあるんですけど、それを食べると、どんな食べ物の油も吸収しないでお尻から出てきます。 なので、あの、油分のカロリーが一切吸収されないんですけど、その代わり、あの、お尻から油が出続けるので、あの、おむつをしないと、あの、ずっと、うんこ、うんこというか、ケツの穴から臭い油垂れ流しになるんですよ。なので、あの、そのおむつはちゃんとつけた方がいいんで、あの、女性だとマナプキンとかでなんとかなると思うんですけど、で、それをやると、確かに痩せるんですよ。僕の友達も、デブだったんですけど、めっちゃ痩せたんですよ。 なので、あの、自分の能力で痩せることができないのであれば、お薬を使ってください。で、それで痩せてみて、出会い系サイトを使ってみると、その問題が正確なのか、太ってるせいなのかっていうのがわかるので、まずはそのお薬を試してみるといいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、これ読んだやつだ。 えっと、ひろきさんこんばんは。いつも誠にありがとうございます。えっと、僕が2400円上へもらってるのになんでいつもありがとうございますって言われるのかよくわかるんないですけど、ありがとうございます。またうんこの話かよ。すいません。<laughs> めちゃめちゃテカったうんこが出るの。えっとね、あの、うんことは別に、なんか油だけちょろちょろ、あの、お尻から漏れてくるらしいんですよ。なので、なんか、あの、その、なんか、尿漏れみたいな感じで、あの、お尻からニュルニュルって油の液体が出るらしいので、気をつけてください。はい。 例えば腰が痛くて杖がないと歩けない状態が痛みの箇所に触らずに杖なしで歩けて良くなるという生態どう思われますか、えー、熊本県ボディーバランスここでぜひ施術を体験してみてください宣伝すいませんいつも分かりやすく学びありがとうございます。は え、ひろきさんがコールセンターだったら言ったとき、上司を出せと言われて、上司に聞いてきましたが、ダメでしたと言って顔したというのは昔の話できましたが、すごく上司と直接話をさせろって言われたとき、どうやってかましたかえっと、じゃあ、あの、上司から折り返し連絡させますので、あの、ご連絡先の電話番号と、あの、お名前いただけますかって言って、で、名前と、あの、と電話番号を控えておいて、で、次の日にかけてくださいっていうのを上司に渡すってまあ、せっかく言うと、あの、上司の報告書用トレーっていうのがあって、で、そこのトレーに入れておくと、次の日の朝、 にあの上司役の人が電話をするっていうそういう仕事をしました。なのであの折り返しをするっていう形で直接変わらないっていうのにしてください。 えー、薬学部に8年在籍して120単位以上取得しましたが、どうしても打つ症状がひどく中退しました。えー、今フリーターとしてアルバイトで食いつないでますが、今後のことを考えて資格取得にも挑戦しました。えー、でもどうしても勉強していると無駄にして約10年の虚無感を意見に感じ、普通にキャリアを積んでいる人がらましくて涙ができて全くすみません。私は一体これからどう生きていくべきかわかりません。泣きながら帰った文章なのでめちゃくちゃでごめんなさい。 えっと、中退したとしてもその単位は生きてると思うので再入学どっかかにすすればいいいんじゃないで,すかで今のところ多分そのうつ症状がひどいのが問題なのであのうつを治してください。 で、普通に薬学部に入学できる知能があるというのは証明されているので、なので、うつを治して、あの、過去に取った単位を使って、薬学部卒業すればいいだけなので、今やるべきことは、あの、フリーターとして、こう、なんか泣きながらスパチャをするとかではなく、うつ病を治すがやるべきことなので、あの、診療内科に行って、あの、言われた通りにしてください。 あの、その、先生に言われた通りにしない人って結構多いんですよね。要は、なんか、お薬の量も変えた方がいいのかもとか、飲まないようにしてみたりとか、なんか、あの、言われてるけどきっと自分でこうやった方がいいんだとか、あの、なんか、でも仕事はして社会とも接点を持った方がいいんだとかって思いがちなんですけど、もうお医者さんが、あの、働かないで寝てくださいって言われたら、もうちゃんと言われた通りにしてください。で、言われた通りにちゃんとするっていうのを1年やればなんとかなると思います。なので、とりあえず診療内科行ってください。 えー、35歳男です。何年も前に親からされたことを思い出したくないのに思い出してしまい辛くなってしまいます。えー、愛情を長で受けましたが親から連絡が来るのも恐怖になっています。今親からの愛情が辛いです。過去は変えられないし傷つけてしまうだけなので親にはこのことはあしません。なぜ今でも引きずるのか自分でも主義です。今は連絡は取らないようにしています。解決したいです。アドバイス受けたら嬉しいです。えっと、何をもって解決にしたいのかがわかんないんですけど、その、 思い出して辛くなるという自分の感情をコントロールしたいって話ですよね。別にあの、親は今はもう愛情が普通にあって、特に親に対して不満を持ってるわけではないと思うので、多分その過去にこういうことがあったよねっていうのの、その自分の思い出と自分の感情をどうコントロールするかって話だと思うんですよね。で、あの、まあ、 感情をコントロールする場合に、あの、行動に変えるっていうのが割と、あの、うまくいく場合があって、その嫌な思いを、その、あ、これ、あれだ、嫌な思い出だってなるときは、左上を見るとか、左手を叩くとか、何かこの思いをしたときに、こういう行動をするっていうルールを決めて、その行動をしてみてください。 で、左腕を叩くで止まんなかったら、左腕、右手、右足、左足とか、ちょっとずつ叩く場所を増やすとか、やるべき行動を増やしてください。で、そのまあ、あの、叩くっていうのも刺激になるんですけど、で、やるべき行動とかっていうのがあると、そちら側に意識が向くんですよね。 で、あの、ま、人前でなんかバタバタ叩いてるとおかしなことになるっていうのであれば、あの、息を止めるっていうのをやってください。あの、それを思った瞬間に息を止めるっていうのをやると、あの、息止めると人ってもの考えられなくなるんですよ。あの、脳がそれどころじゃないぞってなるので、なのでそういう感じでその行動を変えるとか、息を止めるとか、あの、左を見て右上を見るとか、あの、わかんないようにするとか、そういうあの、ルールを自分の中に決めてみてください。 えっと、ひろゆきさんこんばんは。昨日までイタリアにいましたが、ヨーロッパで日本の情報がわかりませんでした。かっこヤフージャパンがヨーロッパに規約に定着しているため、ひろゆきさんは日本の情報ツール何を使ってますかえっと、ヤフー一切見れないんですよね、ヨーロッパ。せっかく言うとイギリスも。なので、あの、VPN とかを使わないとヤフーが見れないってそういう状態です。はい。なので、基本ヤフーは見ないですね。なので、ツイッターとかで流れてる情報を見る感じで、まあ、もともと僕はあの、ニュースサイトのトップページを見るとか、ポータルを見るとか、あんまりやんなくて、 なんかその流れてくるニュースで興味があるやつを、ツイッターで流れるやつだったりとか、ハテブ見たりとか、なんかそんな感じでその、あのなんかな、割と情報が流れるようにして、その流れてる情報を見るようにしてますね。なんかそのニュースサイトのトップページを見て順番に見るとかあんまりやんないです。なのであの、ナショナルジオグラフィックのメールマガジンとかっていうのも登録してたりするので、あの、暇な時にこう、それ見て、あのなんか、こんななんか動物がいるんだ、みたいなのを見たりしてます。 えー、31歳女です。小学生時代、コンセントにフォークを刺してブレーカーを落とした旅です。理系ですか、えー、高さ100メートルほどの崖を登る、崖から石を投げて民間にぶち当たって通報され、親直感されるなど、過去の異業が多数あり、2歳の子供を遺伝してないかヒヤヒヤしていますが、気候は遺伝すると思いますかはい。 えー、自分は某国立芸大の大学を卒業し、今はそれなりにフリーランスのデで稼いでるので、親に感じらています。親は蠣のへばりついた板をロープで登り、生、えー、が切れて滑り落ちた民です。えっとですね、あの、落合陽一さんっていう筑波大学の先生が、あの、優秀な人に会うと、コンセント触ったことあるって聞くって、いや違う、のぼり大友さんだ。えっ、ー、と、筑波大学の助教授か。あれ違う、准教授 が言っちゃうんですけど、あの、優秀な人に会うと、あの、コンセント触ったことあるっていうのを必ず聞くっていうのをやってて、で、あの、台湾のデジタル大臣であるオードリー・タンさんにも聞いたら、うん、触ったことあるよって言ってたっていうのがあって、あの、電気って見えないじゃないですか。でも見えないけど、なんかすげーっていうのになったら、 これ触っってってっててててみなっちゃうっていうい好奇心に勝てないタイプの人っていうのが割とその勉強とかそのやる人多いんですよ。要は大学って物事を研究するところで何か自分の知らないことを知るということに自分の時間と人生をかけるのが大好きな人がその研究者になるんですけどそうすると なんか痺れて痛いらしいぞって言われても、なんかでも、この透明な触っても、なんか何も起きなそうなところに触ったら何か起きるって不思議じゃね触ってみたいって触ってビリビリってなるっていう人がやっぱ研究者に向いてるっていうのがあるっぽいんですよね。で、僕もあの、電気触ったことある派なんで、あの人のこと言えないんですけど。 なので、その割とその自分で試してみないとわからないっていう、その好奇心だったり学習意欲が高い人っていうのは結果としてそれなりの学歴を重ねることが多くて、で、社会でも成功する割合がそれに高いっていうのがあるので、完全に遺伝です。<laughs> なので、あの、息子さんも多分、えっ、ー、と娘、娘息子も、あの、遺伝すると思うんですけど、なので、あの、好奇心に沿ってやると思うんで、あの、まず、えっ、ー、と、階層の低い家に住んでください。 あの、10階とかに住むと、これ飛び降りてもワンちゃん大丈夫じゃねとかって思うアホの場合があるので、飛び降りても大丈夫な、せいぜい2階とか3階ぐらいに住んでください。で、電気はきっと触ります。 っていう感じで、あの、死なないためにどうすればいいかで、例えばその家の前に、あの、その、こう、なんかあの、家の前が国道だと、そのなんか、道路に向かってわーって走ってて、そのまま離れて死ぬとかがあるので、なるべくその国道とかがないようなところに住むとか、その川がないようなところに住むとか、なるべくその危険のないような地域に住むっていう形で何とかする方向で、でもいくら注意しても多分効かないと思います。はい。コンセント舐めるはバカです。要はその、 電気は触るとやばいらしいという情報があるので、舌で舐めたらやばいことになるよね。だから自分の体の末端である指だったら足で触ろうっていう知識にならなくて面白そうだから舐めちゃうはただのバカです。要はその、えっと、好奇心として知りたいこととそのために情報を集めることっていうのを両方やるんですよ。で、両方やったがゆえに体験はでもやらないとわからないから、 その、やるんだったら、右手で触るとかっていうのをやるんですよ。だからその心臓が左にあるので、右手で触った方が、その、要は電気が自分の右手から、 こっちの右半身で、その、あの、地面に流れてくるんあれば、心臓に電気が通らないので、高圧電流でも死なない確率が多少上がるんですよ。で、100ボットルぐらいやったらまず死なないんですよ。っていうのは、情報を知った上で触るんですよ。好奇心旺盛な人は。でも、舐めちゃうやつはただのバカです。<laughs> なので、あの、ただのバカと好奇心旺盛は若干違うんですよ。そこを気をつけてください。 え元7年間工場勤務の25歳男です事務所から未経験ですが経理職に転職したいと思い、えー、離職後職業訓練校で募金2級を取りました、えー、そして先日とある公益社団法人に社員登用を条件に契約社員で内定をもらいました、えー、しかしそこでは最長2年間契約社員の魔の可能性があったり本当に投用されるか不安です、えー、未経験かの正社員の税理事務所を受けることが挙げていますがそちらもそもそも採用してもらえるか不安ですどちらが良いでしょうかどちらがじゃなくてもう泣いてもらったんだからさっさと言って た方がいいですよ。まず今の段階ではボキニ級を持っているにもかからず職務経験がないということなんですよ。なので公益社団法人で働いて で、あの、では、その、墓器を使った仕事をしました。職務経験ありますってなった方が、転職した時に転職しやすいんですよ。なので、今の無職、墓器2級持ってるけど、その、墓器の仕事したことありませんという状態よりは、その、経験してます。で、しかも公益社団法人ですっていう方が、よっぽど転職しやすいので、さっさと与えた,た方がいいと思います。 え先ほどの公務員51歳、主産無のパワハラ上司のものです。労働基準監督署に従いとの回答ですが、労働基準監督署と職員課は立場が対等なので指導はできません。となると、職員課を指導できる上部組織の公平委員会に訴えるしかないのですが、それでよろしいでしょうか自分としては職員課に公平委員会を散らかせてビューらせて、職員課がうしても多くというところを落としとかなと思ってるんですが、いかがでしょうかご意見よろしくお願いします。えっと、公平委員会がどういうのを出すかが僕はわからないので、 公平委員会に出すぞっていう脅しをするのが効果があるのであればやってみてもいいんじゃないかなと思いますけどなので効果があるのであれば出さなくても脅すだけで成果が得られるんですよねなので下手に出してあの別にこれぐらい何でもねえよって言われるとじゃあ何も起きないよねってなっちゃうのでなのでその脅しが効くという前提があるんだったら脅した方がいいと思います今カクカクしてる。 すいませんちょっとじゃあ。おすみません、あの世界の部屋をールっていう大事な業務がありまして、ついっては宝箱を開けるっていう作業なんですけど、はい、はい,やい,やいや、はい、はい、すみません。 えっと、33歳、独身男性、実家ぐらいです。死です。えー、親が年金暮らしで生活を支払っているため、一人暮らしができません。えー、フルリモートで延長をやってますが、引っ込みりがちで、このまでいいのか不安になります。何かすべきことがあれば、アドバイスをお願いします。えっと、結婚したいかどうかによります。結婚したくないなら、別に実家暮らしでいいんじゃないですかただ、結婚したいのであれば、さっさと昼暮らしをしてください。以上です。 で、あの、えっと、親が年金暮らしで、あの、自分が実家でお金を払わないと実家がなくなるっていうのは、時間の問題で解決しなければいけません。要は、本当に結婚をしたいのであれば、結婚して子供が欲しいというのであれば、実家はもう諦めてください。要はその、自分が家を出たらもう実家が維持できないということは、長期的には実家の維持は不可能であるっていうのはもう答えとして出てるんですよ。 なので、それ以外のパターンだと一生結婚したいで実家に居続けるか実家に入ってくれる嫁を見つけるなんですけど33歳でフルリモートのエンジニアをやっていてそれなりに給料が高いにもかかわらず現時点で彼女がいないということはあなたはブサイクでミュ障です。なのでブサイクでミュ障の33歳がこれから彼女を見つけてしかもその彼女が追い 追い口ちでいく両親の家に行き、そしてその後多分、その介護もやらされるっていうのは、もう見えてるわけじゃないですか。実家でね、そうなんかあの、義理の父と母の介護もしなきゃいけないよねってなったら、そんなの絶対結婚したくねえよって普通になるんですよ。なので、 結婚したいのであれば、もう実家は捨てて、親は生活保護か、もしくは年金で払える範囲内の家賃のところに引っ越させるっていうのを早めにやった方がいいです。あなたも33歳なので早めに決断しないと結婚チャンスはどんどん減ってきます。 えー、妊娠中主人の実家に住んでいたことがストレスで、専門相続病になり、えー、別居をしています、えー。再来月一緒に住む予定なのですが、病気が再発する可能性、子供が人見知りしていることを理由に、知人のお休みの日にしか家に来ないことになっています。主人は実家の居心地が嫌すぎてずっと一緒に住むという選択を取りません。どうしたら実家から出て3人暮らしがスムーズにできますか えー、難しいんじゃないですか多分、主人が決定権を持ってるんじゃないですかで、主人が決定権を持っていて、難癖をつけて実家を出たくないって言ってるので、決定権を持ってる人が変えるっていうのは難しいので、うんと、多分、その実家を出ないんだったら離婚しますって言って、別居しちゃってください。 で、別居すると多分子供の世話大変とかっていうのになって、で、それだったらじゃあ、あの、実家離れるわってなるか、もう諦めるかってなるので、なんでそこはもう、いつけるしかないんじゃないかなと思いますけどね。えー、こんばんは、頭が弱いので相談させてください。義理の弟が裁判所から通達で、 えっと、億円超えの請求が昨日実家に届きました。親兄弟は何が何だか分からずどうすればいいのかという状況です。ここでお聞きしたいんですが、実家の親や兄弟たちに何か不利になることが起こったりするのでしょうか、えー、支払いを親兄弟が一緒にしなければならないの。ここどうしたら動いたらいいのか、まずどんな不利な状況になるのか、可能性の話のようを教えてあげたいです。何を教えたかしたのか、現在不明です。えっ、ー、とですね、あの、法律上は全く関係ないのですが、 えっと、義理の弟が何らかしらの、その、えっ、ー、と、自、えー、と、自宅、その、えっ、ー、と、家の実家がやってる事業だったり、例えば畑だったりとかがあったりすると、それのその土地の割合分は、その弟のものなんだから、それを払えとか、 もしくは、その、えっ、ー、と、実家にある弟の何かその、もその財産的なものがあるかもしれないから、じゃあ、家のそのなんか財産差し押さえ、みたいなので、でもそれ弟のものじゃねえよ、みたいなのって、その、執行官が来て差し押さえをした後に抗弁するしかないんですよ。要はその、執行官、えっ、ー、と、例えばじゃあ、その、億円超えの判決が出ました。で、1億円払いという判決が出たときに、その、実家、 他にこのの義理の弟は財産を持っているるよううだととと情報があると割とそれで裁判官差しし押さえ、OK、出しちゃったりすするんですよでその実家の金庫の中に入ってるお金だったりとかっていうのを差し押さえになってでそれが弟のものではないという証明をしないといけないのは差し押さえられた実家側なんですよっていうのもあったりするのであの一切何の影響もないですっていうのはちょっと難しい可能性がありますそれは奥だからあのね数百万だとこんなことしないですよ 要はその弁護士代も高いし、そのなんか裁判官を動かして失敗したとしても、なんか損するだけだよねってなるんですけど、奥になると、要はその、ワンチャンなんかやって金取れる可能性あるよねっていうのになっちゃうと、弁護士が結構無理して頑張る可能性あるんですよね。なのでその、要はあの、差し押さえされる、要は何癖つけて差し押さえされるのが嫌だったら、弟の代わりにあなたが1000万円ぐらい払いませんかみたいな交渉もできちゃうんですよ。 要はその、えっ、ー、と、弟の財産がありますっていうので、兄弟とか家とか親とかっていういろんなところにいろんな差し押さえっていうのをして、こういうの嫌でしょ ?500 万ぐらい払ったらもう二度とやらないですよって言われたら、500万ぐらい払ってくれるかもってなっちゃうんですよ。なので、あの、まあ、世の中にいい弁護士が多いので、そういうことしない場合もあるんですけど、 あの、世の中にまあ、その、あの、まあ、そのね、悪徳というのもなんですけど、あの、ガッツのある弁護士もいたりするので、なので、あの、一概にそのなんか、法律上は何の問題もないから大丈夫ですって言うと、そうでもない場合もあるっていう。 えー、大阪南馬で14時から24時まで2次元3000円、各日曜日、定期日で1人でしてるんですけど、各個決めてしてるんですけど、来年の2月に10連休取って旅行に行きたいんですけど、許されますかちなみにペルーとボリビアに行きたいです。えっと、もう、あの、労働基準監督署に行くと、あの、労働法違反ですって案件だと思うので、多分あの、さっ他のところで働いた方がいいと思いますけどね。あの、それだけガッツガッツ働けるんだったら、あの、他の会社で飲食店とかで働けば、 普通にあの、店長待遇ぐらいまでいけると思うので、なので、あの、他の会社にさっさと行って働いて、で、旅行すればいいんじゃないかなと思いますけど。え、25歳、そうあれあ、すみません。あと5分くらいが終わります。あ、そっか。終わらせますマークを出すのを忘れていた。 えっと、25歳、総資産350万、童貞です。起業するので会社を辞めることになりました。起業すると数年は劇も発狂で、恋愛をする暇がありません。残り5年で20代が終わるのに、一度も恋愛できない人生で終わるのは辛いです。社会的地位に興味の強い女性は、子供を好き、教育虐待しそうで嫌いです、えー。何かアドバイスをください。えっと、起業に向いてないです。あの、 えっとね、起業したら恋愛する暇がありませんとか考えてる時点で、あんまりその、なんだろうな、あの、えっ、ー、と、起業をしなければならないみたいなところが多分勝手に思い込んでると思うんですけど、あの、起業する人ってこれやったらコスパよく儲かるよねっていう理由で起業するんですよ。で、会社員と違って割と自由が多く聞くので、恋愛はしやすくなるんですよね、むしろ。 要は、この日休みてーと思ったら、自分で会社やってる人っていくらでも休めるんですよ。だ例えば僕じゃあ、その来週イギリス行きたいと思ったら、別にイギリスチケット買っていくだけなんですよ。別にあの仕事もなんかリモートでとかで、打ち合わせもすいません、ちょっと旅行するのは無理っすとかって言うもそれの終わりなんですよ。なので、なんか恋愛がどうこうみたいなよくわかんないことをこう持ってくるという時点で、やっぱりあんまりその会社、その、 事業としてやりたいとかではなくて、単純にその会社辞めるっていう辞めたいが先で、で辞めるのは起業するからですみたいな、なんかこう自分の中に理由を作ったらいいなっていうのがあって、んで持てないし、多分そのまあ童貞っていうのもあるんですけど、なので会社を成功させたらそのお金持ちになるから女が寄ってくるかもっていうので、で女が寄ってくるとしても,でも財産に寄ってきた女だとどうかなみたいな、 その、意もしない空想の話をずっとし続けてるんですけど、まずは、あの、不細工で持てないのは確定してるので、あの、事業を成功させてください。で、事業を成功した後に、女は選んでください。で、えっと、うちの彼女は一応結婚した時は、僕は金持ちになってから結婚しました。はい。で、タイトル回収しますけど、試験は2400万円とボーナスで落ちたんですけど、 あの、アメリカで、あの、民間刑務所を運営してる、あの、おじさんがツイッターをやってるんですけど、あの、刑務所超儲かるぜみたいなことを書いてる人たちで、で、あの、アメリカのルールだと、その、死刑の判決を受けると、その刑務所に、あの、20万ドルのボーナスが出るらしいんですよ。要はその、職員にも負担がかって、日本の場合もあの、死刑判決の場合に、その、あの、ボタンをつかかりっていうのが、 あの4人いるんですけどで4人のうちのどれかのボタンがあの作動してあの床がバーンって開いて首がガーンってつられて死ぬっていうシステムなんですけどで確かね死刑やると1人当たりなんか2万5,000円だから3万円ぐらいボーナスが出るんですよ。 っていう感じで、その死刑に関して特別な手当が出るってアメリカの仕組みがあって、でその民間刑務所経営している人的には、あの死刑が来ると、あの要は2400万円分のボーナスが刑務所に入るから、超おいしいっていうので、あの死刑囚大好きって言ってるっていう話がいて、で、この話を何でタイトルにしたかっていうと、あの 結局、その、えっと、社会のシステムとして、あの、死刑を執行する人っていうのはすごい苦労をするし、要は人を殺すっていうのを自分の指でやるので、やっぱり嫌な気持ちになるんですよ。で、その殺さなきゃいけない人っていうのも、あの、ま、その死刑の場合って、死刑の前に何年間か刑務所にいて、で、その、毎日顔を合わせて世話をしてたりとか、ご飯をあげたりとか、で、なんか悩みがあったら悩みに乗ったりとかっていう、人間関係を作ってきた人を自分の手で殺すことになるんですよ。 なので、その刑務官の人とかのニュあの、なんかそのインタビューみたいに見ると、やっぱりその病む人多いんですよね。その知ってる人を自分の手で殺すっていう。で、そのまあ4人のうち誰のボタンのせいで床が開いて落ちたかわかんないんだけど、でも実際自分が殺すというボタンに手をかけたわけじゃないですか。で、ボタンを押さなかったとしても、殺すために無理やり死刑場を連れてって首に縄かけて、で、 そのじゃあ死刑の状態で持っていくわけですよ。で、本人は嫌だ、死にたくないとか言ってるわけですよ。っていうのを現場の人はやるんだけど、2万5000円ぐらいしかもらえないのね。でもアメリカの場合だと、それが2400万円だ、ラッキーって言ってるような状況っていうのもあるので、なので、ね、なかなかそうあの社会の仕組みって複雑だよねっていう話をしたかったんじゃないですかね、僕はきっと。 えっと、アメリカのオンライン大学でビジネス学位を取りつつ、日本のスタートアップでマーケティングインターンをリモートでしている45歳男です。69位単位取得済みで単位以降上限の90単位までより安い別のサービスで取り残り、えー、取り残りをその大学で取る予定です、えー。国内外で職を得るために学位とエントリーレベルの職務経験が必要と考えます。これは良い戦略ですか。えっ、ー、と、別大学に あ安いっていう意味でね、うんと、であれば、僕はあんまりお勧めしないんですけど、アメリカの大学で卒業すると、あの1年間、労働ビザ的なものがもらえるんですよ。本来であれば、労働ビザがないので働けないんですけど、アメリカの大学を卒業すると、あの労働ビザがあるのと同じように見なされるっていうのがあったりするので、なので、オンラインの大学で単位を取った後安い方に行くんじゃなくて、むしろアメリカの大学に行って、アメリカの大学を卒業するっていう方が得なんじゃないかなと思います。あとスパチャを2つ読んだら終わります。 えー、日本は今、80年周期の大変動の時代、真、ま、った中の中の日本で新卒就活のニュース動画を見て、新卒で働くと初任給を大して低いので、面倒なので、NVIDIA の事業を世界中に考えるン流通さなくて、学校を潰して、その他のベーシックインカムに関し,てしまえばもっといい研究ができるので、より,より日本社会にすべきなので、超過ひどくさま思います。えっと、NVIDIA の c p u を流通させると、なぜベーシックインカムができて、日本が良くなるのかが全く変わからないです。NVIDIA が儲かるだけだと思うのと、日本にお金は回ってきません。 えー、4月から北海道札幌に住む23歳男性です以前ヒロキさんが北海道に良いところを話しているの聞いて反対にデメリットないのかなと疑問に申し上げました、えー、それと北海道は優しい性格が多いと聞くのですが住んでいるところによって性格が違うのでしょうかヒロキさんの意見聞きたいです新鉄なので少し心配しますえっと札幌と田舎で全然違います 札幌は仕事がいくらでもあるし、別にあのその、まあ、都会的な生活もできるんですけど、田舎に行くと基本ずっと家にいるので、家の中で楽しく暮らせる人じゃないと、割とうつ病になる確率は高いです。 えー、約3年前ですが、カイロプラティック店で施術を受けたことで、頸椎を損傷し、首が無虫治状態になり、後遺症になりました。それを治すために月2万ほど弁護士に相談したのですが、その説明の影響が証明できないため、泣き寝てとなりました。医療機だったら、どのような方法で対抗しますでしょうか。えっと、弁護士が良くないですね。その月2万ほど弁護士に相談が意味わかんないです。やるべきことは訴訟です。 なので、相談してどうこうじゃなくて、訴訟をして、で、負けるかもしれないけど、訴訟をすることで、和解に持ってって金もらうが正解です。なので、えっ、ー、と、結局その、本当に証明して勝つのは結構難しいんですけど、とはいえ、負けた場合って、そのカイロプラティック店で、要はその、後遺症を作った人がいたよねっていうことになって、さらにその、損害賠償ってなると、商売かなり難しくなるんですよ。なので、和解で折れた方が楽だよねって実際になるので、 なんで裁判にするが正解なんですけど、裁判にしなかったっていう時点で僕は弁護士選びを間違えてるんじゃないかなと思います。で、その、月2万円で弁護士っていうのがよくわかんないですよね。だから相談料要は、あの、訴訟したいですって言って、ちゃんとあの、ガッツのある弁護士に相談した方がいいんじゃないかなと思います。あの、弁護士ってガッツがあるかどうか結構重要ですよ。というところで、今日は終わりにします。すいません。バタバタとお疲れ様でした。おいって停止ボタンがどこだほいっす。